こ撮影禁止っす。あれ俺一番乗りですか。おはようございます。ゆうくん風なの？だいぶ熱ある。熱ない、あの扁桃炎ってやつ。扁桃炎手前、抗生物質もらったから5日分大丈夫。サビのダーティスター、2サビの方がいいんじゃないかなと思うんですけどね、あの変化球は。いや、感じないで、感じ、思いっきり感じさせた方がいいのか。いや、思いっきり1サビは感じたんだけど。あ、いや、そう、1サビはね。あ、そうなんだ。じゃあもうちょっと薄くして、下げって僕書いてたんですけど、だってしたらでけえなって感じ。なんかもっとさりげなくていいなって思うんですよね。うん、ありがとうございます。でも、マスタリングどうだった。マスタリングまだできてねえじゃん。ここのスケジュールね。でも昨日でビクター8時になってんだよ。レオ君昨日誰かに聞いてたの知ってる。でもなんか携帯にさ入れてねえとか言って、誰かに聞いてたの見たよ、ね、でもその時ね、俺は8時とは言ってた。お疲れ様です。またよろしくお願いします。お疲れ様です。ベースのライオンとかが多いのかな。かなり上かぶりすぎてる。かぶりすぎてる。かぶりすぎてるってさ、ドラムがもう少し見えたいなって。2日目っす。今日もかっこいい曲が仕上がりそうです。こういう人とか、こういう人を切れば、あ、そうなんですか。こういう人シンプルじゃないんだな。聞こえるバージョンみたいな。あ、ストリングスはだいぶあり、うん、ありなんですよ。ちょっと聞こえるバージョン採用すか。ジャケットサンプルですね。同じミネッツやってるわけだ。スチューディー使うと、あーなー、かっこいいっすね。はい、これ、ゆみじさん買うんですか。これも3000枚予約しますよ。3000枚予約、はい、あー、俺5万枚っすよ。本当っすか。はい、私5万枚買います。5万枚っすか。5万枚すごいっすね。これかっこいいっすね。僕これ5万枚予約しました。マジですか。はい、これですね。はい、はい、あ、借金っていう可能性もある。なるほどね。 G メイン OK。 はい、ちょっと場所か。レオさん、どれを買うんですか。これですね。あ、これを何枚買うんですか。これ8000枚ぐらい。8000枚ちょっと控えめですね。ちょっと控えめに。OK です。はい、なんか映画の終わりみたい。